オンンラインでの対応が一層進むことになります GoTo トラベルの対象に東京発着の旅行が加わり新型コロナウイルスの感染防止策の徹底が改めて問われる中大手旅行会社はビデオ通話などのシステムで旅行の予約だけでなく事前の相談にもオンラインで応じる取り組みを強化しています。このうち HIS が今月から始めたサービスは 利用者がスマートフォンで旅行の時期や予算などを入力すると、AI ・人工知能が分析しておすすめのツアーを提案します。その上で、相談や予約などの問い合わせがあれば、店舗のスタッフがチャット機能やビデオ通話で直接対応する仕組みです。HIS の個人旅行営業本部の杉田隆部長代理です。 旅行会社だからこそ知ってる情報、そこを駆使して、まあ、新たなあの接客のお客様との接点を作っていければ、ご自宅にいても、あのほぼ店舗に来店されたようなものと同じ環境で提供できるこのほか、JTB や日本旅行も、事前に予約をすれば、テレビ会議システムを通じて、旅行の相談に応じる取り組みを始めていて、オンラインによる接客を強化しています。 オンンラインでの対応が一層進むことになります GoTo トラベルの対象に東京発着の旅行が加わり新型コロナウイルスの感染防止策の徹底が改めて問われる中大手旅行会社はビデオ通話などのシステムで旅行の予約だけでなく事前の相談にもオンラインで応じる取り組みを強化しています。このうち HIS が今月から始めたサービスは 利用者がスマートフォンで旅行の時期や予算などを入力すると、AI ・人工知能が分析しておすすめのツアーを提案します。その上で、相談や予約などの問い合わせがあれば、店舗のスタッフがチャット機能やビデオ通話で直接対応する仕組みです。HIS の個人旅行営業本部の杉田隆部長代理です。 旅行会社だからこそ知ってる情報、そこを駆使して、まあ、新たなあの接客のお客様との接点を作っていければ、ご自宅にいても、あのほぼ店舗に来店されたようなものと同じ環境で提供できるこのほか、JTB や日本旅行も、事前に予約をすれば、テレビ会議システムを通じて、旅行の相談に応じる取り組みを始めていて、オンラインによる接客を強化しています。 オンンラインでの対応が一層進むことになります GoTo トラベルの対象に東京発着の旅行が加わり新型コロナウイルスの感染防止策の徹底が改めて問われる中大手旅行会社はビデオ通話などのシステムで旅行の予約だけでなく事前の相談にもオンラインで応じる取り組みを強化しています。このうち HIS が今月から始めたサービスは 利用者がスマートフォンで旅行の時期や予算などを入力すると、AI ・人工知能が分析しておすすめのツアーを提案します。その上で、相談や予約などの問い合わせがあれば、店舗のスタッフがチャット機能やビデオ通話で直接対応する仕組みです。HIS の個人旅行営業本部の杉田隆部長代理です。 旅行会社だからこそ知ってる情報、そこを駆使して、まあ、新たなあの接客のお客様との接点を作っていければ、ご自宅にいても、あのほぼ店舗に来店されたようなものと同じ環境で提供できるこのほか、JTB や日本旅行も、事前に予約をすれば、テレビ会議システムを通じて、旅行の相談に応じる取り組みを始めていて、オンラインによる接客を強化しています。 オンンラインでの対応が一層進むことになり GoTo トラベルの対象に東京発着の旅行が加わり新型コロナウイルスの感染防止策の徹底が改めて問われる中大手旅行会社はビデオ通話などのシステムで旅行の予約だけでなく事前の相談にもオンラインで応じる取り組みを強化しています。このうち HIS が今月から始めたサービスは 利用者がスマートフォンで旅行の時期や予算などを入力すると、AI ・人工知能が分析しておすすめのツアーを提案します。その上で、相談や予約などの問い合わせがあれば、店舗のスタッフがチャット機能やビデオ通話で直接対応する仕組みです。HIS の個人旅行営業本部の杉田隆部長代理です。 旅行会社だからこそ知ってる情報、そこを駆使して、まあ、新たなあの接客のお客様との接点を作っていければ、ご自宅にいてもあの、ほぼ店舗に来店されたようなものと同じ環境で提供できる。このほか、JTB や日本旅行も、事前に予約をすれば、テレビ会議システムを通じて、旅行の相談に応じる取り組みを始めていて、オンラインによる接客